小野かおは、福岡県久留米市出身のプロ野球選手、宇と右打ち、千葉ロッテマリーンズ所属。南かお小学校2年生の時に、南かおエンゼルスで、軟式野球をはじめ、区主厳中学校では、公式野球の、久留米中央ボーイズでプレーした。3年の夏に、全国大会で、立田翔太と投げ合い敗れている。西日本短大附属高校では1年生時の夏に、 ベンチ入りし、秋にはエースになった。3年生時の夏の甲子園、福岡大会では、初戦から7回完封、9回完封、9回,9回2失点、完東、9回4失点完東で勝ち進んだが、準々決勝で、清水雄心、古沢翔吾、山本武志白白要する九州国際、大附属高校に8失点を喫し7回コールド負けで、敗退した。 高校通算25本類だの二刀流だったが3年生時の6月に学校の階段で転倒し左手首を骨折してからは当主に専念した2014年10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに二巡目で指名され契約金6000万円年俸600万円で合意し入団背番号は15プロ入り時には 最初は、投手一本で勝負したいと話した。2015年6月29日に行われた、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜の NPB 選抜チームのメンバーに選出されていたが、6月25日に出場が安楽里次第に変更された。8月18日に初めて一軍に昇格すると、翌日にプロ初登板を果たす。 4試合に登板し、無失点に抑えたのは1試合のみだった。2軍では22試合に投げ、防御率3.09、3勝を挙げた。2016年、1軍では、前年を上回る11試合に登板した。2軍では7試合に登板し、防御率3.45だった。2017年、2軍では26試合に登板するも、1軍ではわずか2試合のみの登板にとどまった。 シーズン終了後、背番号を28に変更。2018年、1軍では9試合の登板だったが、2軍では39試合に登板し、防御率1.86、20セーブを記録し、イースタンリーグの最多セーブに輝いた。2019年、1軍では13試合の登板で、防御率6.27に終わるも、2軍では35試合に登板し、2勝3敗14。 西部防御率3.32をマークし、2年連続イースタン、最多西部を獲得した。オフに千葉ロッテマリーンズから FA 権を行使して、楽天入りした鈴木大地の人的保障としてロッテへ移籍。背番号は37。チームに同性で、コーチの小野慎吾が在籍しているため、ユニフォームのセネームは f 野となった。2020年。 新型コロナウイルス国内外流行に伴い、日本政府による緊急事態宣言の影響で3ヶ月遅れの6月19日の開幕ではあったが、初の開幕一軍入りを果たす。福岡ペイペドームで開催された開幕戦で延長10回裏ノーアウトランナー1塁から6番手として、登板するも2アウト3塁から初の開幕スタメンとなる。 栗原良也にサヨナラタイムリーを打たれてしまう。6月24日、オリックスバファローズ戦で、本拠地初登板。1点リードの6回に2番手として、マウンドに上がり、打者3人を8球で抑えて、プロ初ホールドをマークした。26日の同カードでは7回にリリーフとして、登板し、2イニングを投げた後に、チームが逆転したため、プロ初勝利をマーク。 最速時速 156km の直球、変化球は、縦のスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、カットボールなどを投げる。50m 走のタイムは6秒に、遠投は 100m。練習試合で時速 160km を記録したことがあるが、本人は 150km 程度であり、5計測の可能性を指摘している。ありがとうございます。